アントン・フライヒー・アフォン・ ST ・ RCK ・アントン・フォン・シュテルク・ダンシャクは、オーストリアの医師である。薬理学の分野で功績を挙げた。オーストリア領、アッパースウェイビアのザウルガウの出身である。幼くして、両親を亡くし、旧品院の孤児として幼少期を過ごした。ゲラルド・ファン・スー・イーテンに医学を学び、1757年に学位を得た。ウィーン大学で医学部の副部長。 後に学長にまでなった。女帝、マリアテレジアの天然痘を治療し、回復後、G となった。薬草の研究で知られる。有毒な植物も、投与量をコントロールすれば、薬物として用いることができると考え、ヘムロック、ヒオス、ヨ子シチアサガオ、イヌサフランなどの薬としての研究を行った。動物実験から始め、自分で服用し、 最後に患者に投与するという方法で適切な投与量を決めるという近代的な手順を取った。1758年にウィーンに作られた貧窮者のための研究所の医師となり、多くの皇族、貴族の個人医となり、1775年に男爵に任じられた。ヨーロッパ各地の学会のメンバーとなり、著書は各国の言語に翻訳され、教科書として用いられた。 アントン・バロン・フォンストク、フィジシャン、ありがとうございます。